どうも、ハッケミーのところからこんにちは。いきなり申し訳ない。こんなところからスタートしてしまって。っていうわけで、前回の続きからやっていきたいところなんですけど、本日もね、つ森というか、ま、歴代の動物の森シリーズについて語っていきたいと思っておりまして、その話をする前に皆さんに一点お伺いしたいことがございます。具体的には、 今まで動物の森シリーズ、何をやってきましたか。まあ何をやってきたかというところと、あとはいつから始めたかですね。まあそこで話がいろいろと変わってくるんですけど、まあこの話に関しては、飛び森から始めた人はわからないかな。まあそういった話になるんですけど、そう、今日はね、住民の話なんですよ。実は、 飛び盛りシリーズっていうか、飛び盛りじゃねえわ <laughs>。そう、銅盛りシリーズって、住民が割とリストラされてるんですよね。で、まあ、例を挙げさせていただくんですけど、例えば、ゲームキューブ版の動物の森がありますと、で、まあ、動物の森 E プラスですね。で、その際にいた住民たちが、割とね、リストラに合っておりまして、多分、ケチャップとか言われてもわからないでしょ まあ、ケチャップであったりとか、えっとね、他誰いたっけなちょっと待って、記憶を遡るわ。そう、あとは、アジェットとか、シナビルとか、あとはフルーティーか、で、アリンコとか、アリンコはね、有名だから知ってる人いるかもしれないんだけど、そいつら実はリストラに合ってるんだよね。で、まあ、今、頭の中にパッと浮かんだ住民たちを上げさせていただいたんですけど、 ただ、全体でいくと、結構な人数がリストラされてるはず。っていうわけで、今回、熱盛が新しく発表されましたけど、おそらくね、割とリストラされるんじゃないかなと思っていて、で、まあ、今の飛び森の住人の2割ぐらいが消えるんじゃないかなと。で、残りの2割が新キャラとしてまた補填されるみたいな感じになるんじゃないかな。 うーんまあ、そこに関しては完全に予想になるんですけど。<laughs> 何これ ?377 人見てんのマジか。っていうわけで、まあ、続きをやっていきたいんですが。で、まあ、なぜそういった話を今しているかというと、今回なんと、新しいキャラに加えて、昔のキャラがまた復活するんじゃないかとかなり噂になっているんですよね。まあまあ、事前情報でそういった話も出ていたから、 まあおかしくはないんですけど、まあそういった話になっておりまして、で、先ほど挙げたアリンコとかがもしかすると復活するんじゃないかと。<laughs> ね。ただまあ、飛び盛りから始めた人とかは多分知らないと思うんだよね。ね、何そいつみたいな。まあ気になる方はぜひね、ググってみてはどうでしょうか。割とね、リストラされてるキャラクターが多いから、一概には挙げることができないんですよね。まあまあ、今回の熱盛りでは、 新キャラももちろん出ますけど昔のキャラクターが数匹復活するみたいだからそれがね個人的には非常に嬉しいなと思いますうーんまあ例えるならポケモンかなポケモンも今では <laughs> 昔のポケモンが部分的に復活するみたいな感じになっちゃってるからねまあポケモンの数が多すぎるっていうのも一つの問題だと思いますけど動物の森もそうですよね どん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 新キャラばっか増やしていったら本当に住人の種類が増えすぎるから、まあ、定期的にこうやってリストラしていくしかないからね、まあ、そこに関しては仕方ないのかなと思います逆に言うと今回飛びひりから誰がリストラされるのかめちゃくちゃ気になるんだけどえみんな誰がリストラされると思う、まあ、できれば熱りでみんなの顔見たいけどさそれは現実的に難しいじゃん まあそこに関してはねっていう感じだけど。はいっていうわけで、皆さんぜひね、多分この人が、いやこの人じゃねえわ、この動物がいなくなるんじゃないかとか、あとは新キャラに対する予想とかですね、もしそういったものがございましたら、このコメント欄に書いていただければ非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。いやー、けどやっぱりね、 今の飛び森のキャラクター全員が厚盛で登場してくれたら一番嬉しいよね。まあそれがね、ベストなんだけど、ただゲームってそういうわけにはいかないからな。容量の問題とかいろいろとあるので、まあ大人の事情ですね。ただまあ今回はどうやら住める住民の数が従来の動物の森と比較すると多いみたいなので、多くの住民を住ますことができるから、 割とね、住民の種類は多くなるんじゃないかなと思ってます。ちなみに今回プレイヤーに関しては、なんと、8人も住めますからね。8人住めるっておかしくないか。まあ、おかしくはないと思うけど、めちゃくちゃさ、島が圧迫される気がするけど大丈夫だって8人分の家を建てることができるってことでしょ。冷静に考えてやべえよな。 まあそこに関しては村づくりの幅が広がるからめちゃくちゃ面白くなると思うんだけどただまあ部屋の中の整備であったり村整備であったりね村のレイアウトとかがかなり難しいねでまあ未だに島って言うべきか村って言うべきかめちゃくちゃ迷うんですけどもうこれは村って言うことでいいよねまあみんな何て言ってるかわからないんだけど まあ厳密には今回島なのかなまあよくわからんけどっていうかさ、もはや動物の森でも何でもないよな。<laughs> 動物の島じゃないか。ね、森ではないよな、島って。まあそこはね、突っ込んだらダメだと思うので、あえて突っ込みませんけど、いや、島っていうのが謎すぎるわ。森ってないやみたいな感じになってるから。っていうわけで話していたら、村もだいぶできてきましたね。結構いい感じじゃない いやー思ってるより村整備が割と順調に進んでますね。でまあ、ここに低木を植えていくと。ここは植えて OK だよな。でまあ、道を低木で囲っています、今。まあ、下側も低木で囲ってもいいんだけど、今ね、低木の数が足りてないから囲えてないというね。まあ、厚森が出るまでに村を完成させられればいいかなと思ってたけど、 今のところは7月中に完成予定かな今作ってる村は。結構いい感じのペースで来てるんじゃないこれ。だからまあ余裕があれば、ゲームキューブ版の動物の森も実況してみようかなと思ってます。だからまあもしね、ゲームキューブ版の動物森の動画が上がっていましたら、皆さん見ていただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いします。ところでみんなに聞きたいんだけど、夏休みってみんな何すんの ま、何のゲームするって言った方が正しい言い方かな。今ね、マリオメーカー2とゲームキューブ版の動物の森で非常に迷っていて、で、どちらかの実況を学生の夏休みに向けてやっていきたいと思っているんですよね。もちろん飛び森も今まで通りやっていくんですけど、やっぱりこれだけだと、まあ、つまらないかなと思っていて、他のゲームをやっていきたいんですよね。だからもしよければ、それも踏まえて、 コメントいただければ、コメント見るのでよろしくお願いします。まあマリオメーカーかな、やっぱり。まあ E プラスもやるけど、まあ更新頻度はマリオメーカーの方が多くなるかもしれない。まあ再生回数とか評価を見ながら、まあそこに関しては決めていこうと思っているんですけど。てかさ、みんなマリオメーカーってやるのまあやるんだったら俺もやるけどさ、やらないんだったらどうしようかな、みたいな。 ねまあそういった感じで今非常に迷ってます。っていうわけで今日はこの辺りで終わっていこうかなあ。皆さんこんばんは社畜です。すいません。ちょっとね、終わろうかなと思ってさっき終わったんだけど、じゃぬんちゃんが途中で乱入してきてニャーニャーって言いまくるからちょっとね、ぐだぐだっちゃったからちょっとこうやってねちょ、追加で今補足させていただいております。 ちょ大変申し訳ねえなっというわけで皆さんちょ夏休みに向けて、まあ、何のゲームをしていこうかめちゃくちゃ迷っているので、まあ、それも踏まえてね今回の動画にコメントしていただければ非常に嬉しいので、まあ、二度を繰り返してしまうような感じになってしまいますけどぜひぜひよろしくお願いいたしますよしっていうわけで今度こそ終わりますわちなみに猫動画って需要あるんかなヌンちゃんの動画とか まあ需要あるんであればたまにはあげたいと思うんだけど、どうなんでしょうか。ちなみに今も後ろでニャーニャー言ってるんだけど。<laughs> っていうわけでね、この辺りで本日は終わります。バイバーイ。